よし、じゃあ次の1234、あと4つか、次のステージ。恐ろしい陰謀だって。さっきの証拠をもとになんか恐ろしい陰謀がわかるんじゃない？いつ証拠集めたのか知らないけど。君が集めてきたデータを分析したんだ。どうやらパペットマスターは惑星中から喜びを盗み取っているようだぞ。それは知ってるよ。俺たちにとって喜びがどれだけ大事かわかる？なんか足震えてる。ジャックポットタウンにとっての俺くらい大事な存在だ。全然わかんねえな。喜びと俺なくしては全てが崩れ去っちまう。見てみろ、すでに崩壊は始まっている。あ、本当だ、本当だって。あ、本当だ。遅れになる前に奴を止めなくては。大変だ。俺にもかつて操り人形師の友達がいた。まあいいか。それで何だって？おー、そうだ、何が起きているか本当に分かっているのはただ一人だけ。フラウンダー大佐、メガブレイン。また新しい言葉。おい、出発前に燃料を満タンにしとけって言ったろ。どうやら昔からのやり方でやるしかないみたいな。叩くのか。叩いたの今。何が起きたか全然分かんなかった。斬新だな。せ、怖い。大丈夫。微妙になんかこのショーンさんが棒読みなのが気になるんだよな。あ、船がもう破壊されている。ユア死んだ。うわ、マジか。あ、父、俺死ななかった。なんで、またしても完璧なのでしょうと。そのうち君にも伝授してあげよう。いいよ。じゃねえわ。工場の中核にあるメガブレインの隠れ家に侵入するんだ。ハイテクなブラウンローラー持ってきておいてよかったぜ。ブラウンローラーだと。え、何これ。スパイポットブラウンローラー説明ミッションを作動させてくれ。傾けて、おお、ください。バツを押せば、え、何、バツを押せば、なんつってた。ジャンプでいきます。ああ、あ、これで進んで。これさ、2人で一緒に進まないと。あ、な、ま、なんかある。どうすればいい。あんたどこにいんの。あ、 R か L でブーストだって。わ、本当だ。なんかどんどん進んじゃうんだけど。わ、あ、超進む、超進む。どこまで行ってんの。なんかね、 L を押したらブーストブーストしたで、ジャンプだ。あ、上。あ、違う、難しいこれね。乗らねえし。あ、取れた。一旦そこに乗って、あ、そっか、傾けて移動って、傾けて移動を忘れてしまう。あ、取れた。じゃあ先に進もう。あれ、止まった。レディー、レディー、 R 押すの。え、どんどん、あ、どんどん進めばいいのかこれ。あれ、進まない。あ、ジャンプを押さないといけない。間違えた、間違えた。逆。え、取った？うん。え、ちょっと待って、この先何があんの？何もないんだ。戻るだけか。え？どこ行くのこれ？あれ、ちょっと待って。あれ、あんたどこ行った？だいぶ先に進みました。え？何これ、どこ行けばいいのこれ。どこにいんの。戻ろうか一回。うん、あ、これ以上戻れねえな。あれ、どこ進んだ。あれ、そっちまで戻れないよ。進めないんだけど。何これ、画面が共有できないからどうしようかな。え、どこ、なんか落ちたの。
なんかね、さっきそのアイテム取ろうとして戻ってったところあんじゃん、クランクが、うん、その先、そのアイテム取るように頑張って普通に進んでいくと、あー、進めた進めた、あ、そこそこそ、その先、あぶねあぶね、あ、なんかスイッチ押した、あ、違う、いいんだいいんだ、こっち何これ、あれ、お前追い出しちゃったんだけど、これさ、あ、下、あ、ここで待ってる、あれ、あ、ちょっと待って、アイテム取る、これなんか制限時間あるから早くした方がいいよ、じゃあもう、あ、いい、はい、あれ、うわ、いつ、いけいけいけ、よし、違う違う違う、そっち、おーし、飛び越えた、まただ、あ、いけた、違う、こっち、いけない、なんで、あ、いけた、おー、鍵取った、すげえな、よく取れた、あれ進めないんだけど、これ進めなくない、これ、あれ、あ、当たった当たった当たった、いけたいけたいけた、ハマったハマった完全にハマりました、じゃ完全にハマりました大丈夫、いけてるから、そのうち多分、あれ制限時間終わったんじゃない、やべ、これね、本当にね、全く身動きが取れない、どうすればいいの、あ、リトライ、リトライ、あー、ついたついた、あれ、生き返すポイントあるよ、なかなかいい傾けつけてたな、俺の次にはそれじゃ一応隠れ家に潜入だ、あれ、お前復活しないじゃん、ちょっとリトライしてよ、リトライっていうか復活してよ、あれだよ、四角を押して A 長押しだかなんだか、はい、こっち、お二人いないとクリアになんないんだね、すごいさ、なんかね、二人いることによってクリアしやすいのもあるけど、なんかこういう系はちょっとあれだね、あれだね、画面がちょっと分かりづらくなる、家宝は寝てます。